あの庄司師匠が、まあ、営業の時に、うん、まあ、バスの中であの YouTube なんですけど、シマウマがハイエナに追いかけられる動画を、本当に2時間ぐらいずっと見てたんですよ、はい、でそれめちゃくちゃ怖いなと思って、でその話をしたんですよ、エピソードで、ね、そしてエピソードで、うん、そしたらそれを見て、じゃあちょっとあいつらドッキリかけようやっていうことで、うん、村上庄司師匠が、うん、番組とか YouTube チャンネルで僕らが仕掛けられたんですけど、それがちょっとな、それがちょっと本当に怖すぎて、うん、まず僕らのマネージャーからをいきなり呼び出して、うん、おごらみたいな、お前なんか、あ、お前の担当のお前鬼越トマホークだっけ、なんか俺のこと、まあ、YouTube でなんか話しとったらしいのみたいな、うん、恥かかせやがってみたいな、うん、ここの口調がですね、もっと本職っぽいというか、うん、まあ、僕らも本職の方も聞いたことはないんですけど、はい、本職なんですよ、本職なんですよ